龍松山は、新松の軍人。字は、ことぶき教。湖南省省合県出身。将軍に入り、大の部に属した。英州、州、カブスで、天地界の放棄を鎮圧し、戦争に任命された。1857年より、太平天国軍と戦って、厚生省から安記省を転戦し、門の防衛や慶徳鎮の攻略や寧国の、 防衛に活躍し、守備、閉じ、三照と昇進し、祖国藩敗下の猛将としてその名をとどろかせた。1865年、総兵となり、年軍の鎮圧に当たった。河南省で年軍を破ったが、長高州率いる西年軍が、先制省に転身して海民放棄軍と合流すると、西へ追撃を開始した。1867年、関東陸路提督に就任。 西年軍と海民軍が西安を包囲していたが、救援に駆けつけて、包囲を解いた。その後、西年軍が北京に向かうのを追撃して、河南省、直令省で激戦を繰り広げた。超高州が水死市年軍が平定されると、再び、先制省に戻り戦艦総督佐総統の下で、海民放棄の鎮圧に当たることになった。水徳周辺を鎮圧した後、 感粛症に入って、霊衆を陥落させた。そして馬鹿竜の夜金積もる砲を包囲したが、砲弾に当たり戦死した。死後、大死症ほと、ただしそうの死亡が送られた。その後、武衆は、お祈る金等が引き継いだ。ありがとうございます。